リルベイビーはアメリカ合衆国ジョージア州アトランタ出身のラッパー、歌手、ソングライター、ヒップホップミュージシャン。2017年のミックステープ、トゥーハードの成功で広く知られるようになる。デビューアルバム、ハーダーザンエバーはアメリカでプラチナディスクに認定され、ドレイクとの楽曲、イエス・イン・リードはビルボード・ホット100で最高6位を記録した。 その年さらに2つのミックステープ、ドリップハーダー、ストリートゴシップをリリースし、全米4位と2位を記録した。ガンナとの楽曲、ドリップトゥーハードが大ヒットし、アメリカで 7X プラチナディスクに認定された。2作目のアルバム、マイターンは、全米1位を獲得している。オペネア・フラウンフェルトに出演する、リルベイビー1994年12月3日、リルベイビーは、 ジョージア州はトランタのオークランドシティ地区で生まれた。2歳の時に父親が家を出て行き、リルベイビーと二人の姉妹はシングルマザーに育てられた。成績は優秀だったが、リルベイビーはトラブルを繰り返し、ブッカーティー・ワシントン高校を9年生で中退している。度重なる逮捕の結果、2年間服役していたリルベイビーは、 刑務所から出所して間もなくの2017年4月、ヤングサグやリリオッティなどをフィーチャーしたミックステープパーフェクトタイミングをリリースする。7月18日には2作目のミックステープハーダーザンハードをリリース。10月9日には友人のマーロウとのコラボミックステープニザハードウェイをリリースした。12月にはミックステープトゥーハードをリリースし、収録曲。 フリースタイル、オールオブ、エーサドンがヒットし広く知られるようになる。2018年5月、デビューアルバム、Harder Than Ever をリリースし、ビルボード200で初登場3位を記録する。アルバムはアメリカで、プラチナディスクに認定された。ドレークを迎えた収録曲、Yes in Lead は、ビルボード Hot 100で最高6位を記録した。10月、 ガンナとのコラボレーションミックステープドリップハードをリリース。楽曲ドリップトゥーハードが大ヒットし、アメリカで 7X プラチナディスクに認定。第62回グラミー賞では最優秀ラップ歌唱パフォーマンス賞にノミネートされた。11月ミックステープストリートゴシップをリリースし、全米2位を記録した。2019年7月17日、リルベイビーは クオリティコントロールのアルバム、コントロールザ・ストリーツ、ボリューム2にダ・ベイビーとの共演曲、ベイビーで参加した。同曲は、ビルボードホット100で、最高21位を記録した。11月8日、ニューアルバムからのリードシングル、ウォーをリリースし、全米15位を記録する。2020年2月28日、2作目のアルバム、マイターンをリリース、自身初の全米1位を記録する。 ライブでのリルベイビー2016年、リルベイビーはジェイダチーブスと交際をはじめ、2019年2月18日に2人の間に子供が誕生した。彼女はクローズフレンズのミュージックビデオに出演している。2020年3月8日、イングランドのバーミンガムで行われたリルベイビーのコンサート中、ステージの側面から銃声が聞こえ大混乱になる。人の男性が ステージに向かった直後に銃声が聞こえたと報じられたが、容疑者は逮捕されなかった。スタジオアルバム、ありがとうございます。